続いてグッジョブ、湯冷めせず疲れが取れると評判です。雲仙市小浜町の大衆浴場を支える89歳の女性、昭和の香り漂う通称おたっしゃん湯の番台日記です。ああ気持ちいい。県内有数の温泉地、雲仙市の小浜温泉街にある民営大衆浴場、脇浜温泉浴場。おはようございます。おたっしゃん湯の愛称で親しまれてきた民営大衆浴場が、およそ2ヶ月間の改修工事を経て、9月1日午前5時から営業を再開しました。地元の人に愛されてるっていう感じでですね、もう2ヶ月休んで、もうまだかまだかって電話がかかってくるんですね。ずっとここですもん ね、お世話になってます。じゃあ待ちに待った再会。そうです、そうです。最高。いつも最高で、ここが取って入らんと一日が始まる。昭和12年の創業以来、80年以上地域の人に愛され続けています。そんなおたっしゃん湯の歴史を継いだ2代目、故宅島久夫さんの妻、美代子さん89歳。美代子さんの一日は、午前5時から訪れる朝風呂の常連客に合わせて始まります。本田さん、はい、いいですよ、どうぞ、はい、高齢で体調が優れず、座っていても足腰が痛むといいます。おはようございます。息子が券売機を入れたら楽になるって言って入れてくれたんですね。それけんずっと座っとかんでもいいんですよね。でもやっぱり寂しいじゃないですか、黙って入って黙って帰るのも。申し訳ないです。おじいちゃんがいつも大体一番だもんね。やっぱ毎日こんなね、うん、一日がけん。そうそう。おはようございます。おはようございます、はい、今日は早いじゃない、おじいちゃん。ちょっと病院ですから。ああ病院、いつもほど7時頃だもんね。8時ぐらいで。体調に不安を抱えながらも、お客さんとの会話を大切にします。湯加減の調整や脱衣所の足拭きマットの洗濯、外の掃除なども美代子さんの仕事です。もうだってあと何年生きるかわからんでしょ。もう来年90ですから、うん、だからできることは何でもして過ごそうかなと思ってますけどね。日中は通院のためパート従業員に番台を任せますが、営業時間内はできる限りおたっしゃん湯のために働きます。ずっとあったこだあったこだこう見て回らすけんか。営業時間は午前5時から午後9時まで。料金は大人200円です。ナトリウム塩化物泉の源泉かけ流しの大浴場で、男湯と女湯それぞれ2つに仕切った2つの湯船があり、片方を熱湯にするなど、お客さんの好みに合わせています。厚好きな人はもうこっち入る。ぬるいのを取る。で、こっちがぬるかったらまた熱いのを入れ込んで入れる。そういうところがうちの特徴でしょうかね。ここの湯が一番いい。ここに使っとったら、何日か体の疲れが取れて、こっちの方が柔らかいって。パサッとに来て、風呂入って仕事行って、で帰りまたここに寄って風呂入って。近所に住む人はもちろん、訪れる客は市をまたぎます。
こう風呂入るやろ。そしたらね、普通体冷めるやかね。でもこう入ったらさ、あの長崎ぐらいまでホッカホカする。あ、そんだけ湯冷めせんとさ、うん、すげえ好きなんやここ。安かし。ね。棚がなんかもう本当昔のまんまで、なんかちょっとレトロな感じでいいなって思って、ちょっと入りに来ました。お達者には遡ること84年。久夫さんの父、常雄さんら親族が共同で創業しました。その一人で近くで商店も開き親しまれていた渡辺多志さんのお達志さんの湯がなまって、お達志さん湯と呼ばれるようになりました。大人3銭と書かれた戦前の料金表が今も残り、脱衣所の木製ロッカーや温泉公用所も開業当時のままです。建物も数回補修工事を重ねていますが、その佇まいは変わりません。昭和初期の趣を残し、長年営業を続けるお達志さん湯は2010年に県のまちづくり景観資産に登録されました。借りたことないです、この風呂のおかげで。ずっと変わらないですね。常連客の40年50年って入っとるんで、全部道具が下に入るんです。はい、水見たでしょ。これ40年から50年連続に来とるんで、朝の6時から入っとるんです。歴史あるお達志さん湯を引き継いだ美代子さん。農家の家庭に生まれ、2代目の久夫さんと結婚。30年以上番台に座っていた久夫さんを陰ながら支えました。頑固者、一は絶対一だ。大変でしたんですよ。しかし3年前に久夫さんは亡くなり、それ以来番台に座り続けています。午後4時、通院から帰ってきた美代子さん。失礼しますって言ってから。早かったね、今日は。昨日も早かった。あ、そうね。私の一番いいお友達でね。いつも信頼しております。何？これ現場差し出ないの。ああ、お金持ってこやったって。明日来とくんや。はいはい。なすびの代わりにただでよかよ。あら、いらっしゃいませとかね、今日は何場したととか言いながら今日は早かったねとかね、遅かったねとか言って、そういう会話をしながらね、誰もいないところで入って、ありがとうございました、もう何も言わんで帰るっていうのは寂しいじゃないですか。ずっと追ってみたらやっぱりね、分かりますからね。これからもやっぱり頑張らなくちゃとは思ってますけど。お湯加減はいかがですかね。いらっしゃい、お帰りなさい。美代子さんは今年12月頃、お達志さん湯の番頭を長男の久弘さんに引き継ぐ予定ですが、美代子さんはその後もできることはまだまだやっていきたいと話していました。以上、グッジョブでした。